一人で何してんの？ん？よう、アスナにシノ。何か買い物？いや、適当にブラブラしていただけだよ。そっちは？消耗品の買い足し。まだ始めたばかりのゲームだから贅沢はできないけど。ポーション一つでも買おうかどうか迷っちゃうよね。ねえ、せっかくだから3人でお店を回らない？邪魔しちゃってもいいのか？もちろんよ。エスコートしてくれる人がいれば、買い物の合間の食事とかいろいろ期待しちゃうじゃない？まあ、おやつ程度のものなら俺持ちでも冗談。でも来てくれた方が穴場の店やアイテムの有用性を聞けるから、そういう点を期待しちゃうのは本当。なあ、それならいくらでも聞いてもらっても大丈夫だよ。それじゃあ行こっか。次はこのお店を覗いてみようか。へえ、いい雰囲気じゃない。何？どうしたの？消耗品を買いに来たんじゃ。この店はアクセサリーショップなんですけど。ほら、アクセサリーショップにポーションとか売ってないかなって。絶対にないって。まあまあ、女子の買い物に付き合ったのが運の尽き。おとなしくついてくるしかないのよ。幸ですか。このペンダントのデザインいいな。ステータスの内容次第では買っちゃうかも。ステータスを気にするならプレイヤー売りのフル装備を買った方が良くないか？そうなんだけど、そうじゃなくて、数値だけじゃないんだよ装備って。ステータス次第って言うから提案したのに。ねえねえ、せっかくだからブブのお店も覗いていかない？あ、はいはい、仰せのままに。店員さん、後ろに置いてある武器見せてもらってもいいかしら？はいよ、じっくり見てってくれ。使いこなすには微妙にステータスが足りないわね。あそこに置いてあるやつならちょうどいいんじゃないか？なあ、あれを見せてくれ。これかい？ほらよ。ほんと、悪くないわね。アスナの方はどうだ？え？ああ、どうした？このお店、何か引っかかるんだけど、それが何なのかわからなくて。ねえ、どうせだから他の武器屋も覗いてみない？他の武器屋って？ほら、女の人が店員さんのお店があったと思うんだけど。女の店員？あ、それだよ、違和感の正体。何よ、違和感って。このお店、前は女の店員さんだったの。ああ、そういえばそうだった。それって、働いてる NPC が変わったってこと？ NPC にもシフトとかあるのかしら？そんな話聞いたこともないぞ。じゃあ、なんで変わったんだろう？普通に考えれば、NPC が変わるイベントが発生したってっていうのが可能性として高いけど、そんなイベントは聞いたこともないし、 NPC が変わったことにゲーム的な意味を感じない。この無意味な変化は一体何なんだ？さあ、ここから先が新しいフィールドだ。 SAO で新しい層に足を踏み入れた時もこんな風に嬉しい気持ちになりました。一歩ずつ確実に進んでいるって実感できたよね。さてと、
SAO だと第2層は森と草原のエリアだったけど。森や草原とは程遠いわよね。前の場所が馴染み深いところだっただけに意表をつかれたな。とはいえ未知のフィールドは大歓迎だ。どんなゲームでも新フィールドってのはテンションが上がっちまう。ちなみに SAO の第2層はどんなところだったんですか？緑が多いエリアで牛のモンスターがやたらと多かったよな。街で売られている食い物とかも乳製品とかが多かったよ。へえ。けどどうやらここは全くの別フィールドみたいだからな。俺たちもリーファッチと同じく一から攻略し直しだ。植物が鬱蒼としていて周りを見渡すことができないね。深い森がコンセプトになっているっぽいな。それだけじゃないみたいだよ。ほら向こう。ん？あれって沼？あ、見て見て、向こうにも沼があるよ。森と沼地が広がるフィールドか。沼地か。足を踏み入れたら体力が減るっていうのがお約束よね。それは毒の沼地ですね。他にもぐちょぐちょした生き物が生息していたり、ゲームに出てくる沼にはいいイメージがないです。確かにな。俺は沼といえば底なし沼をイメージするよ。底なし沼？それもかなり嫌だよね。普通のモニターに映し出すゲームならともかく、 VR での底なし沼は相当に恐怖を感じるんじゃないか。実際に体験しているような感覚になるでしょうからね。うひぃ、沼には気をつけて進まねえとな。とは言っても周りの木が邪魔でよく見えねえぞ。我慢して進むしかないよ。で、うわぁ！勇気、リーファ！上ばっか見てたら沼に踏み込んじゃった。どうしよう、体が沈んでいくよ。落ち着けリーファ、暴れるともっと沈みやすくなるぞ。でもこのままじゃ沼に飲み込まれちゃう。何かロープみたいなアイテムってない？ロープ、そうだ、前にクエストで手に入れたふんどしならある。それは絶対やだ。大丈夫だ、使ったことはないからよ。それでも躊躇しちゃうよ。そんなこと言っている間にどんどん体が沈んでいくぞ。運動したくこなしぬのか、こんな選択を迫られるなんて。リーファ、ここはもう運動しを掴むしかないよ。あれ、どうした勇気？この沼普通に足がつくんだけど。え、底なし沼じゃないの？なんだ、よかった。もう、あんたが底なし沼の話をするからそうなのかと思っちゃったじゃない。はい、俺もそう思ってしまいました。でも二人が無事で本当によかったよ。これからは足元に気をつけて進んでいこうな。丸く収めようとしてるのがものすごく伝わってくるわね。ちょっと、まだ私たち沼から抜け出せていないんですけど。勝手に話を終わらせないで、早く手を貸して。